さあ皆様、大変長らくお待たせいたしました。本日のゲスト様はこの方です。はい、皆さんこんにちは、フラン役の花澤香菜です。お願いします。よろしくお願いします。なんかさあ、ラジオに来るならと思って、せっかくならちょっと呼び方を台本にないのにありがとうございます。あのさ、そういつもモンドちゃん、カエデちゃん、でもみんなエーデちゃんって言ってるよね。確かに、って思いながら、そう、どういう風に呼んだらいいのかを、はあ、そう、仕事にかこつけて、うわ、嬉しいです決められないかなと思ってきたんだけど、確かによく呼ばれるのは本土ちゃんか、うん、エーデちゃんが多いんですけど、うんうん、私から言ってもいいですか、うん、あ、うんうんうん、カエデって呼んでもらってもいいですか。だいぶちょっと見せて、いや、呼び捨てって言われて、カエデっていかがですか。それか本土っていかがですか。ちょっと本土はなんか体育会系行くぞ本土。いや、呼び捨て、カエデ、あ、ちょっと呼び辛いですかね。いやいや、なかなか新鮮っていうかね。カエデ、カエデ、あ、いいですか。なんか多分ね、カエデ、カエデって呼びつつ、うん、どんどんカエデちゃんになっていくような気がするんだけど。いい？じゃあちょっと喜んで、ありがとうございます。私は結構、うん、花澤さんってお呼びしたり、かなさんってお呼びしたり、うん、結構ブレブレするかもしれませんが、あ、じゃあ、ちょっとじゃあ かなさんかかなちゃんか、ちゃんでほしい。ちゃんは多分うちのマネージャーがめちゃめちゃ怒るので、なんで失礼だ、なんで、失礼じゃない、かなさん、かなさんで下の名前の方で、ありがとう、呼ばせていただきます、はい、ありがとうございます。